TG-16 型は、ソビエト連邦運輸通信省が1967年から申請した狂気向け感染客貨療養のディーゼル、機関車である。戦後サハリン向けに、申請輸出された、日本製、D、D-51 形状機機関車が主力であったソ連、運輸通信省、極東鉄道局南サハリン市局における 1067mm 機関路線の無塩化と、 サハリン北部への路線延伸及びはニのホルムスク、鉄道連絡線修航に伴う輸送力増強を目的に、同省が1967年から1974年にかけて申請した液体式ディーゼル機関車である。片運転台式の車体を背中合わせに連結した2車体方式で、軸配置はボボボボ。各車体に船舶用。 ディーゼル機関756を2機搭載する。運転整備重量は2車体で152トン、軸重は19トンである。リュディノフスキー機関車工場で95両が製造され、南サハリン支局管内の D51 系蒸気、機関車をすべて置き換えた。また、同系の後期用機関車、20型も製造された。後、ロシア運輸通信省サハリン鉄道局。 ロシア鉄道サハリン鉄道支社が承継し、現在はロシア鉄道局と鉄道支社サハリン地域部のユジノサハリンスク機関区及びホルムスク機関区に配備されている。1992年に申請された後継の TG21TG22 型がトラブル多発で使用が中止されたため、その後もサハリンにおける主力機関車として使用されたが、 老朽化に伴い初期車を中心に大半が廃車となっている。ロシア鉄道では2003年から島内全路線を参戦基準方式で後期に改めきする工事を開始しており、2020年をめどに供用を開始する予定である。同社では老朽化している本形式をはじめとする既存ディーゼル機関車牽引の客化列車及び D2K 機動車列車を置き換える。 改め期後の主力機関車として、機関可変動力台車を装備した TG16M 型脚下両用ディーゼル機関車を2014年から申請投入しており、現在ユジノサハリンスク機関区で試験運転を行っている。ありがとうございます。